どうも、アニメゲーム漫画業界、ビハイヤーの代表取締役を務めている清水です。この動画はですね、売上アップ、特に制作会社、開発会社さんの社長さんの売上を上げるための、楽ビジというサービスの説明です。なので、自社サービスの説明なので、自社サービスの、まあ、紹介ですから、別に興味ねえやっていう人はここで切って、他の動画に行ってください。はい、OK? ってことは説明いきますよ。営業資料に準じて説明をしていきたいと思います。アニメゲーム漫画業界売上アップ営業支援サービス楽ビジっていうこの表紙ね。これはですね、まあ正直、売上上げたかった、うちのサービス入んねえやつはおかしいぞっていうぐらい自信を持って提供できるサービスです。もう5年ほど提供してるサービスですけど、300社成功事例あります。で、こんだけアニメゲーム漫画業界の売上実績上げてる会社ってないと思いますし、もう何年もリピートしてもらってるところ、売上が5倍になったっていうところもありますから、もうデベロッパーとか開発会社、制作会社さんで売上上げたかったらうちに頼まない。それおかしいんじゃねえぐらいの自信を持って提供しているのが楽ビジです。で、その楽ビジなんでやってるかっていうと、ね、皆さんが儲かってくれたら、皆さんクリエイター出身の社長さんたち多いだろうから、そういう社長さんたちが、こいつよりも面白い、作品、こいつよりも、すごいタイトル、ね。キラータイトルを作ってくれるわけじゃないですか。そのためにはですね、クリエイター出身の社長さん特にそうなんですけども、営業とかに割く手間とかどんどん減らしたいんです。そのためのサービスです。皆さんを営業から解放する。ね、この2ページ目にも書いてますけども、楽ビジのビジョンっていうのはクリエイターを営業から解放する。そのためのサービスなんですよ。クリエイターの皆さんは作っててください。ものを。ね、作品を作る時間にこそ集中してもらうべきであって、ものづくり以外のその営業の時間なんて、プロの我々に任せてください。アニメゲーム漫画業界内で営業を私たちよりもうまいところでないと思ってますから、それぐらい我々営業得意ですよ。はい。んなことね、俺の方が得意だっていう人がいたら、まあ、別にこの動画見なくていいですから、すぐ止めてください。じゃあ次いきますよ。ってことは、もう見てるってことは認めてくれてるってことですからね。じゃあ次、楽ビジ3ページ目。まあこれは成功事例です。自慢です。300個ぐらいあります。俺に任せとけっていうことです。なので飛ばします。自慢なんて聞いてなくないでしょ。はい、4ページ目。売上をブーストさせたいっていう話ですね。これはですね、ほとんどの社長さんが思ってることがここに書かれてるんですけども、営業をする。売上が上がる。そしてさらなる投資をする。ね。で、そしてさらに大きな開発案件に挑戦する。自社タイトルに挑戦だ。そんででっかくなっていくぞっていうのが、まあ、これ、夢です。でも、ほとんどの開発会社5ページ、社長さんが営業の主体をやってるんですけど、そうするとどうなるかっていうとですね、営業しますよね。だから受注取れるじゃないですか。そうすると受注した案件の管理が大変なんですよ。でもそうすると開発の案件ばっかり管理してるとですね、営業に行けなくなるので、ね、この案件終わった後の売り上げどうなるんだってもう気が気じゃない。そうすると営業にも行っても身が入らないし、もう開発案件どうしたらいいんだろうっていう風になって、新規営業先は増えないわ、気持ちはセクワーで売り上げが上がらない。で、そんな気持ちでこの営業しちゃう。そういう風になったら、だん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 この円がちっちゃくなっていって沈没してしまう。そういう風になってしまう。それを助けたいなっていうのが楽ビジなんですよ。で、営業で一番大変なのは何かっていうと、新規開拓なんですね。これ6ページになってますけども、一番大変なのは新規営業先の、リストなんですよ。どこに営業するか。うちこれ4000社あります。ほとんど人脈が広いっていう社長さんでも、俺は顔が広いんだって言っても、所詮数百ですから。数百ぐらいではすぐ営業先なんか尽きてしまいます。で、4000社から常に営業情報が入ってくる我々に任せたら、楽ビジの新規開拓、サポートしますから、それがかなり楽になりますよっていうことですね。で、7ページ目。で、目標は5億ですか ?10 億ですかっていうふうに書いてますけども、皆さんほとんど今の売り上げからですね、どういう風に売り上げ上げていくかって決めるんですけども、それは違って、何年後に売り上げを何億にするぞって、これを決めるのが、皆さんの、
先にやってほしいことなんですよね。5年後に例えば10億にするぞって今5000万の会社が思った時に、じゃあどの案件どんな風に受注していくかっていうのが決まりますよね。でそれをサポートしていきたいんですよ。で8ページ目に楽ビジが目指す新しい循環っていう風に書いてるんですけども、まあ営業するその時に新規開拓の手間が減ってます。そうすると今ある LINE に見る目が何ですかね、割く時間が増えますよね。これで開発楽になるんですよ。ディレクションに割く時間がありますから。で営業に行っても気持ちにゆとりが出てきますから、いい作品もできやすいし、でさらにそれが実績となってさらに営業しやすくなるんですよ。そういう好循環、新規開拓に割く手間が減ることによって、まあ、心理的にも営業楽になりますから、開発に専念できる。そうするといい作品いい仕事できやすくなりますよね。そしたらその結果実績が良くなっていきますから、さらにいい仕事が、新規開拓に割く手間が減ることによって、まあ、心理的にも営業楽になりますから、開発に専念できる。そうすると、いい作品、いい仕事できやすくなりますよね。そしたら、その結果、実績が良くなっていきますから、さらにいい仕事を取れるようになるんですよ。そういう好循環をどん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 回していきたいな、というふうに思っています。で、次に、9ページ目ですね。これはまあ、9ページ目で、9ページ目で合ってるな。楽ビジ導入前のヒアリングって言って、これ別に楽ビジ入る入らない関係なくやっていただいたらすごくいいことなのでお付き合いください。9ページ目これですね、売上営業利益、現在の売上と営業利益が書いてるんですけども、これを何年後に何倍にしたいかっていうのを決めてる社長は強いです。でさらにこれはギャップがでかければでかいほどいいんですよ。今売上ゼロね、でも10年後には1000億にしたい、それぐらいの気持ちを持ってる方がエネルギーが湧いてくるんですよね。でもそれは目標設定するのただじゃないですかね。想像の中でいくらでも好きな目標設定一回してみてほしいんですよね。で10ページ目で、これはさっきのが売上と利益だったら、その売上と利益はどんな風に構成されてるだろう。例えば今の平均人月が60万とかだったら、いやもう人月100万が当たり前だねっていう風にしてるかとか、今が下請け20請け30請けぐらいだったら、いや元請けだねとか、いや自社タイトルでやってるねとか、そういうのを考えるのが10ページ目です。で11ページ目で、これはできるだけ具体的に書かれた方がいいんですけども、未来が実現したとしますよね。売上が今の10倍になった、営業利益もそうなったとか、スタッフ数も増えたっていう風になった時に、どんなオフィスにいて、社長はどんな生活してて、どんな状態にいるのか、これをですね、イメージしてほしいんですよね。それが今よりも離れていればいるほど、目標がでかければでかいほど、私は応援しがいがあってですね、5倍にしたいと思うのか10倍にしたいのか思うのかっていうのが重要なポイントですね。逆に3割増しがいいとか、2割増しがいいとかだったら、うちのサービス入る必要ないんじゃねえかって思いますから、最低でも2倍、3倍ぐらいは掲げてほしいなと。で、それが実現した時に、どれぐらいの、生活をしてるか、どんな社員に囲まれてるか、そして社員にどんな風に年収、ボーナス上げてるかとかまで書かれるとすごくいいと思います。で、12ページなんですけども、これは楽ビジを導入した最初の 3,4 ヶ月どんな風になるんですかっていうのが書かれているやつですね。これはですね、最初に目標を設定しますよね。何年後かに売上何倍にしたいって言ったら、じゃあ最初この最初の3ヶ月にどういうところに営業したらいいかっていうのが決まりますよね。なので売上目標を最初に決めていただく。その次に営業先の選定を我々が、じゃあこういうとこ営業したらいいんじゃないですか、こういうとこ営業したらいいんじゃないですかっていうのを人月設定、契約内容から細かくヒアリングします。で、そしてそれをやった上で、まず最初に5社、10社紹介しましょうと。で、実際5社、10社紹介して3、4ヶ月ぐらいでどれだけ受注に至りましたかっていうのを聞くんですよ。で、ここで受注率が 10%、5社紹介して、また10社紹介して1社だった。これ 10% ですよね。で、5社紹介して1社だったら 20% ですよね。じゃあこの受注率を計算した上で、もっと良くするためにはどうすればいいのか。それを計算した上で、どん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 、話を
あの次の紹介先をしていこうっていうのが、この目標になってます。これが12ページと、まあ、13ページはそれが細かく書いてある部分です。で、14ページはこれはまあおさらいみたいなもので、楽ビジっていうのは御社の新規営業先の開拓、人月交渉などを楽にするサービスね。楽にビジネス、楽ビジなんですよ。それによって御社と業界を発展させて、将来的に御社が自社タイトル挑戦したいとか、でっかいもの何か作りたいとか、大きいオフィス移転したいとかっていう、そういうところをあのお手伝いするのが楽ビジだというふうに思ってください。あのクリエイターを営業から解放する、そのためのサービスが楽ビジです。で、こっからですね、先に関しては申し込みたいサービスについて、書かれているんですけども、これについてはですね、なんだろう、細かい内容聞きたくなったら連絡してください。ここについて、サービス内容はこうでああでっていうふうに聞くほど眠いことはないと思いますから、興味ある人はここら辺にお問い合わせ先書いてますから、ぜひそこに問い合わせてください。ただですね、楽ビジに関してはこれかなりきちんとしたサービスですので、受注が、申し込み問い合わせが多すぎるとですね、この動画を見てですね、問い合わせていただいた方結構いるんですけども、そうなった場合に時期によってお断りする場合があります。なんでかっていうと、極端な話、1000社受けたとしてもですね、我々の人数では賄いきれません。なのでサービスの質を保つためには、それだけですね、サービスの人数を減らす、サービスの社数を絞り込む必要があります。なので、時期によってはお断りする場合がありますよっていうのをあらかじめお伝えしておきたいと思います。それでは今日も業界発展したいと思います。バレーを超えるようなサービスが、自社タイトルがどんどん出てくることを願ってます。ピョン。では。